ソン,グブックソングブックは非常にパワフルでプログラム可能な音楽データベース機能ですこのチャプターではスタイルを特定の楽曲の演奏に適した形にカスタマイズしたり MIDI ファイルや MP3 ファイルを使いやすいようにまとめておく方法などを紹介しますまずセレクションキーにあるソングブックキーを押します画面にはソングのリストが表示されます これをソングエントリーと呼びます。このリストからソングを選択すると、その曲で使用するスタイル、スタンダードミディファイル、カラオケミディファイル、MP3 ファイルが読み込まれます。リストには工場出荷時に保存されたものや、ご自身で作成されたオリジナルの曲を入れることもできます。また、リスト最上部の項目にタッチして、その項目で並び替えをすることも可能です。ここでは、ネームにタッチしておきましょう。エントリーの一つにタッチして、 セレクトボタンにタッチします自動的にスタイルプレイモードに入りますこのときそのエントリーで使用するスタイルそしてそれに適したイントロやバリエーションが読み込まれますまたエントリーに保存されていた4種類の STS テンポ、エフェクトの設定なども読み込まれますではスタイルからオリジナルのソングブックエントリーを作成してみましょう エグジットキーを押してソングプレイモードのホーム画面に入りジャズカテゴリーを選択してファストビッグバンド1を選びますエグジットキーを押し STS1 を選びますまたこのエントリーを後で選んだ時にスタイルのどのエレメントでスタートさせるか例えばイントロ2の次にバリエーション2を演奏させるということも可能ですこの時バリエーションを先に選んでからイントロを選択するようにします テンポは少し下げて140にしておきます。ソングエントリーを素早く保存するには、セレクションキーの中のソングブックキーを長押しします。これで保存画面が表示されます。画面にはスタイル名が表示されます。名前の左にある T ボタンにタッチして、マイソングにリネームしてみます。文字に問題がなければ、OK にタッチし、OK、Yes にタッチします。これで保存完了です。 スタイルの内容を変更する基本的な操作方法、スタイルの楽器編成やサウンドのエディットなどは、スタイルのチャプターですでにご紹介しました。また、内容を変更したスタイルは、ソングブックのエントリーとして保存しましょう。この方法なら、元のスタイルを書き換える心配がありません。ソングブックキーを押してリストに戻ります。保存したエントリーがリストに入っているのが確認できます。スタンダードミディファイルをソングブックに追加してみましょう。ハビアン30には、 MIDI ファイルや MP3 ファイルを付属していません。そのため、スタンダード MIDI ファイルは USB メモリーに入れたものを使用します。スタイルを保存したように、MIDI ファイルも様々な設定をしてソングブックに保存することができます。Exit キーを押してソングブックを抜け、ソングプレイモードに入ります。MIDI ファイルを選択します。セレクションキーのソングブックキーを長押しします。 保存画面には、スタンダードミディファイルのファイル名が表示されています。これはそのままにして、OK にタッチしてから Yes にタッチします。これでスタンダードミディファイルがソングブックに保存されました。MP3 やカラオケミディファイルも同様です。保存したソングブックのエントリーは、後から内容を変更したり、追加したりすることができます。例えば、STS の設定をしたり、歌詞を追加することもできます。ソングブックに戻ります。 別のパフォーマンスを選択します。画面の Book Edit 1のタブにタッチし、STS のライトカレントにタッチして、今選択したパフォーマンスを STS1 に保存します。Book Edit 2のタブでは、保存したエントリーの音楽ジャンルやアーティスト名などを追加できます。これらの情報は、後で検索するときに便利です。また、曲のキーも情報として保存できるので、大変重宝します。 Book Edit さんのタブではさらに詳細な情報を設定できます。例えば、エントリーが使用したスタイルのシンクロスタートストップの設定や歌詞ファイルの追加もできます。例として、パソコンで作成した拡張子が .txt のテキストファイルを USB メモリーに入れておきました。ブラウズにタッチして USB メモリーの内容を表示させます。.txt ファイルにタッチしてセレクトにタッチします。 これで保存する準備が完了しました。ライトにタッチします。名前はこのままにしておきます。OK にタッチしてから Yes にタッチします。次にブックタブにタッチし、今保存したエントリーを選択します。STS1 が読み込まれています。リリックスキーを押します。歌詞が表示されます。ただし、先ほど保存した歌詞ファイルはテキストファイルなので、ソングの進行に沿って歌詞が進みません。そのため、 スクロールバーやダイヤルで歌詞のページを進めます。ソングブックに戻ります。ソングブックに特定のソングリストを作成したい場合があるかもしれません。例えば、友達を呼んでホームパーティーをしたり、ハビアンサィーを持ち込んで演奏会をする場合などです。ソングブックならそのようなリストも作成できます。カスタムリストタブにタッチします。ここで必要なリストを選択します。ご覧の通り、工場出荷時のリストがすでにいくつか入っています。 リストを選び、ソング名にタッチしてセレクトにタッチします。選択したソングの背景色がグリーンに変わりました。ネクストにタッチして次に入れるソングを選ぶこともできます。ではリストを作成してみましょう。ページメニューを開き、イネーブルリストエディットを選択。メニュー以外のところにタッチして閉じます。これでリストエディットタブが選択できたので、ここにタッチします。 これで、すでにあるリストを編集したり、新規作成することができます。ここでは新規作成をしますので、New l リストにタッチし、Yes にタッチします。先ほどソングエントリーに追加したマイソングをリストに追加してみましょう。ブックタブを開きます。ソングエントリーがたくさんありますので、スクロールバーやダイヤルでソングを探します。サーチ機能を使って探すこともできます。サーチキーを押します。探したいソング名を入力します。この時、 ソング名のすべて、一部、どちらを入力しても構いません。ここでは、my とだけ入れて、サーチにタッチしてみます。ソング名に my を含むエントリーが表示されました。my ソングがありました。ソング名にタッチして、セレクトボタンにタッチします。サーチ機能は別のモードでも使用でき、スタイルやパフォーマンスなどの検索にも使用できます。ソングを選択しましたので、add to list にタッチします。 リストエディットタブを開きます。ソングがリストに入りました。ブックタブに戻り、あと2曲追加してみましょう。リストエディットタブを開きます。ソングにタッチして選択したり、上下の矢印にタッチして選ぶこともできます。リストができましたら、ライトにタッチして、名前を付けます。 文字に問題がなければ OK にタッチ。それから OK、Yes にタッチしてリストを保存します。ページメニューを開いて Enable List Edit をオフにします。カスタムリストタブを開きます。今保存したリストが開きました。次に Book タブを開きます。ソングブックに入っているソング名からそれが何のソングなのかが分かってもご存知のソング名通りではないこともあります。そのような場合、 そのソング名を選択して書き換えることもできます。Book Edit 1にタッチして、ラ i g h t にタッチします。T ボタンにタッチすれば、テキスト入力画面が表示されます。ここでは変更しませんので、キャンセルまたは Exit キーを2回押します。Exit キーを押してソングブックから抜けます。ソングブックの編集に便利な PC 用のソングブックエディターソフトが、Corg ウェブサイトからダウンロードできます。 スタンダードミディファイルや MP3 ファイルを複数同時に読み込めたり、ソングブック機能やこのエディターソフトについて詳しく解説したビデオもご覧になれます。